バラバラ大選挙、はい、今まさにもう佳境な感じなんですけども、もうすごいですね、はい、激戦ですね、激戦で、はい、テラサプレゼンツバラバラ大選挙、皆さん投票ありがとうございました。実は1位になるためにこんな企画もやっていました。お二人に、はい、ツイッターでまず投票お願いしますというのは呼びかけをちょっとしていただいて、はい、ちょっとそれをリツイートしてくれないかというテーマを、なるほど、ちょっと今からできないかなと、はい、ぜひお二人の、ま、芸能人パワーというかなるべく影響力が多そうなお友達をちょっと力を借りたいなと思いました。文面が、はい、終わりました。まあ、皆様お疲れ様でございます。私事でございますが、現在空気階段の空気観察でバラバラ大選挙を戦っております。皆様の貴重なお時間を我々に貸していただきたくお願いにやってまいりました。賄賂でも何度もやって勝ちに行く所存です。お力を貸してくださいと。ありがとうございます、はい、僕はバラバラ大選挙の投票期間が残りわずかとなっております。ちゃんと空気階段の空気観察に投票できる真っ当な人間になってください。なるべくこう拡散できそうな方にリツイートしてくださいっていうお願いをちょっと、はい、はい、あでも芸人の中で、はい、ちょっと芸人の中でも違う業種といいますか、うん、はい、ちょっとありとあらゆるところにコネクションを持つコットンの西村っていう人間なんですけど、はいはい、吉本の社員さんと仲良くしていろんな方面からいろんな角度の仕事をもらってますので、と彼の知り合いがものすごく多いと思うので、彼にリツイートをしてもらえばいろんな方面に広がるかなと。出ませんかね。あーダメですね。はい、まあ、俺の妹ではやりましたけど、ね、うん、でかいですから人口重いです、うん、北海道、北海道、北海道をちょっと制圧するために、はい、オズワルドの畑中に、おー、うん、あ、もしあ、畑中お疲れ、はい、お疲れ、今何してるの。今ね、浅草のお笑い祭りみたいなやつ。あ、どうした？畑中ってさ、うん、北海道のコネクションってあるっしょ、やっぱり。まあ一応そのあるということで話聞いてみようかな。まあ話わかる。ちょっとね、協力してもらいたいことがあってさ、うん、なんか今テレ朝でさ、うん、空気階段の空気観察っていう番組をやっててさ、で、うん、でそれがなんか今バラバラ大選挙っていうなんかちょっと選挙をやってるわけ。そのね、投票呼びかけの俺のツイートをね、もし畑中にリツイートしてもらったら、うん、この北海道ね、こそぎいけるなっていう算段なの。あ、なるほど、うん、リツイートをすればいいってこと。うん、うん、いける。で、リツイートはいけるよ。うわ、ただ俺の地元の人口が今2000人とかなんですね。じゃあ2票ぐらいは獲得できる可能性ありってことだよね。2000分の、うん、うちの2は多分1000人に1人ぐらいは投票してくれるもんね。うん、北の大地はでも塊のものだと思っていいよ。ありがとう、サンキュー、はい、はいはい、はい、ありがとう、ありがとう、もらいました。おー、M1 準優勝ですか。ええ、そして実際にオズワルド畑中さんがリツイートしてくれた投稿がこちら。ありがとうございました。まあ、地域をやっぱ制圧していくというのは、うん、これはやはり私もそれが正しい戦略だと思うんですよ。沼津の原にちょっとお願いをしてみようと思います。静岡を制圧出るかどうかなんですけどね。あ、もしもし。はい、もしもし。あ、今電話大丈夫？はい、はい。あれさ、実は今空気階段の空気観察というね、はいはいはい、あのテレ朝の深夜でちょっと俺たちが番組をやらせてもらってるんだけど、はい、バラバラ大選挙って言って、
その番組同士で選挙で戦ってるのよ。ここはちょっともう静岡の票をもらわなきゃ無理だと、はい、静岡代表のその原さんにですね、はい、ちょっと協力をお願いできたらというので電話させてもらったんですけども。はい、もちろんです。いいですか？何を？先ほど私がツイートした、この選挙にお願いしますっていうツイートがあるんですけども、そちらをですねリツイートしていただきたいんですけども。するよそれは。いいですか？そんな大変なことじゃない。ありがとうございます。じゃあね、ありがとうございます。はい、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 おー、静岡も少しもう勝ちです。ヌマンズの原さんもしっかりリツイートしてくれました。ありがとうございます。でもしコットン西村さんから返信あったら、はい、LINE とかで後でお願いしてみて、はい、わかりました。お願いします。あ、あ、もしもし。はい、あ、西村今大丈夫？どうした？あ、大丈夫よ。いや、今コンビでさ、空気階段の空気観察っていう番組をテレ朝の深夜でやらせてもらってるんですけども。あ、もちろん知ってるんですよ。 ありがとう。でそれの今選挙で戦ってて、でなんとかしてその西村の協力をしていただきたいと思って、そのちょっと連絡をしたんですよ。あ、なるほどね。そう、拡散すればいいね。そう、今、あ、早いですね話が。そう、今俺がツイッターでつぶやいた、その、まあ、2、30分前につぶやいたのがあるから、それをちょっとねリツイートしていただけると、そうすると西村はやっぱりそのいろんな仕事してるからさ、いろんな関係者のとこに行くじゃん。あ、なるほどね。そう、分かった。じゃあちょっと、はい、モテる人脈全部駆使するわ、じゃあ。ありがとうございます。うん、ありがとうございます。ええ、今日にちゃんとお金返せよ。あ、わかりました。はい。はい、返します。6万円な。6万円返します。はい、はい、失礼します。はい。おはよう。おお。はい。すぐ多分趣旨を理解して最後なんか落ち着けてきて。ちょっと早すぎました、いろいろ。そしてコットン西村さんのリツイートがこちら。皆さんありがとうございました。グランプリ発表までしばらくお待ちください。